はい、どうも中島です。今回はですね、 UG というメーカー様から、こちらの U1200 というね、液晶ペンタブレット、通称液タブをですね、いただきましたので、使ってみたいと思います。そう、以前ね、なんとか普通のペンタブレットの紹介もしたことがあるんですけども、ペンタブっていうのはですね、お絵かきソフトや、画像編集ソフト、 3DCG ソフトなんかで、作業するときなどに、直接ペンでね、こう絵を描くようにコントロールできるという、まあそういう入力デバイスなんですけども、まあ基本的にはね、 PC につないで、PC の画面を見ながら手元で操作するっていう形なんですけども、このね、液晶ペンタブレットっていうのは、その書き込むところね、ペンを動かすところ自体が画面になっていて、まあ、各ソフトウェアをね、画面に表示して、キャンパスに直接書き込む感じで、まあ、直感的に作業できるという代物なんですよね。そう、昔はね、液タブなんて言ったら、十数万、数十万なんてするのがね、普通でしたけども、こちらのね、UG さんの U1200 はですね、なんと2万円台で買えるということでね、超リーズナブルなモデルなんですよね。まあ安いのはいいんですけど、まあ果たしてそれがね、ちゃんと使えるのかどうかっていうことはですね、まあ今回ちょっとね、レビューしたいと思います。はい、ではね、早速開封します。はい、付属品はこんな感じですね。液晶タブレット本体に、これがペンですね。で、これが回信とか、取説とか、まあいろいろですね。で、これが接続ケーブルですね。で、この画面の部分ですが、この光沢のないね、ノングレアタイプで、素晴らしいマットな質感ですね。はい、PC とね、接続してドライバーをインストールしました。で、これね、PC に接続する場合ね、液タブ側には USB Type-C のコネクタをね、1本つなげばいいだけなんですが、PC 側にはですね、電源用 USB と通信用 USB と HDMI ケーブルと3本もつながなくちゃいけないんですよね。まあ、これは購入前の要注意事項ですね。まあ、挿すとこなければ使えませんのでね。はい、ではね、まずはちょっと試し書きでもしてみますか。うん、反応はね、なかなかいいですね。カク付きなども特になく、スムーズな書き心地です。実はね、最初キャンパスの部分だけね、ペンの入力がずれてしまっていたんですけども、これはね、液タブ側の問題ではなくてね、クリスタの環境設定内のタブレットのところでね、タブレット PC の方を選んで、座標検出モードにチェックを入れたら解決しました。はい、ということで、ちょっと本気のイラストでも描いてみたいところなんですが、手元撮影しながらだとね、本当にね、絵描くの難しいんですよ。ということで、今回は最近笑いのね、個人的にもハマっている、ミッドジャーニーというね、お絵描き AI で作った画像をレタッチしてね、一つの作品をでっち上げたいと思います。これっていうのはですね、以前紹介動画も作ったんですけども、ディスコード上でね、キーワード入力をすると、そのイメージで勝手に絵を自動生成してくれるっていうのは、まあ、どえらい AI なんですけどもね。まあ、それだけでもね、もうほとんど完成された1枚にしてくれるんですけども、やっぱりね、キャラクターの絵とかだと、手がね、省略されてしまったりだとか、まあ、よく見るとね、形が破綻してる部分があったりだとか、まあ、変な象形文字みたいなのが入っちゃったりとかね、あーもうちょいなんだよなーっていうところがね、多々あるんですよね。なので、そういうところをね、ちょこっと修正してやれば、立派な一つの作品になると思うんで、まぁ、ちょっとね、惜しいなってやつをね、選んで、レタッチしてみたいと思います。はい、ここら辺とかね、最近生成した画像なんですけども、これとか結構良さげな感じでしょ。これもね、パッと見はね、完成された絵に見えるんですけども、細かく見てみるとね、こういう体型とかがちょっと歪んで、破綻していたりとかね、まあ、足が3本になっちゃったりとかね、柵みたいなのが途中で切れちゃったりとか、まあ、よくよく見ると変なところがあるので、まあ、そこら辺をですね、ちょっと直してやろうかなと思います。
はい、ということでね、書き出して、それっぽくしてみました。なかなかいいんじゃないでしょうか。まあ、奥の女の子にスマホを持たせてみたりとかね、右の街灯を光らせてみたりとか。で、最終的にはね、仕上げにはフォトショップを使用しました。はい、というわけでね、こちらの液タブ使ってみましたが、反応もね、全然悪くないですし、入力の精度もいいですしね、十分実用に耐えうる製品だと思いました。でもね、この最安モデルだと、ちょっと画面が小さいかな。うん。一つ上のサイズのモデルもあるんですけども、そっちだとね、もっと書きやすいと思いますね。なんか大げさなのはいらないけども、液タブは使ってみたいなっていう方にはね、こちらおすすめでございます。はい、こちらね、メーカー様のホームページと販売サイトはですね、概要欄に記載しておきますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、というわけで今回は、UG 様の液晶ペンタブレット U1200 の紹介でございました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは、さようなら。